まぶしい。おはようございます。寝癖やば。はい、ということで、今もう見ての、ね、通り完全なる寝起きで、まあ全然朝というか昼なんですけど、今日はちょっとあのとあるものを使ってあのメイク動画を撮りたかったので、まあせっかくならもう完全なるすっぴんの状態からアイドルができるまでをお届けしようかなと思いまして、こんなね状態でスタートです。こんなちょっともう汚らしい姿をねあんまり晒すのもあれなので、とりあえずちょっとあのシャワーを浴びて顔を洗っていきたいと思います。はい、ということでちょっとね今シャワー浴びていろいろ髪型たりとかしてきたんですけど、今日やりたいことはですね、この間あの片付けをしてる時に出てきたんですけど、こちらですね、アンスタの一番コフレっていうくじが以前あって、それの A 賞の、こちらが、コスメパレットなんですけど、このコスメパレットを使って現役アイドルがメイクをしたらもっとキラキラアイドルになれるのでは説ということで、今日はねこちらを使ってメイクをしていきたいなと思います。はい、と言ってもですね、あの僕はあの撮影とかこうお仕事の時しかメイクをしないので、普段はまあ基本すっぴんなんですけど、まああのその普段撮影とかの時にあのセルフメイクをねする時もの方が多いんですけど、まあ、そのセルフメイクする時の自分のねメイクとかをね紹介しつつで、このコスメパレットを使って多分アイシャドウかな、アイメイクをちょっとこれでやってみたいなと思いまーす。はい、ということでね、まあまずはちょっとスキンケアとかもついでに紹介していきたいと思います。スキンケアはこちらを使ってます。じゃん、ボディショップのドロップスオブユースエッセンスローションです。はい。まああんまりこうスキンケアとかもよく詳しくないんですけど、まあこのアイドルを始めてやっぱりなんかちょっとは気使わなきゃいけないなと思って、それまではなんか普通に薬局で安いのを買ってたんですけど、まあなんか意を決してこのねちょっとお高めの化粧水を使うようになりました。なんかボディショップで買ってたらおしゃれかなっていうのとまああと匂いが結構好きだなって思ってこれを使ってます。あとこれのセットの美容液も使ってみてたりしてます。はい。で冬はめちゃくちゃ乾燥するのでニベアを塗ってます。でもこう寝る前はめっちゃいっぱい塗るんですけど、やっぱ昼間はベタベタすると嫌なので、ちょっと少しだけ薄めに伸ばして塗っております。で髪はいつも僕がねお世話になってる美容院のスピカさんで売ってるこちらのスピカオリジナルアウトバスミルクキラキラの種、こちら洗い流さないトリートメントとスピカオリジナルアウトバスオイルピカピカの雫、これをねどっちも使ってます。もうつけてるのとつけてないのだったらもう全然0と100の差って当たり前か。まあ、とりあえず、まあ、めちゃくちゃ髪が傷んでる人でもこれをつけたら結構ねいい感じになるので、髪の痛みで悩んでる方いたらぜひ使ってみてください。あの通販でも買えます。はい。で、まあ、普通にこう塗って乾かします。はい。やばくないこの絵面。まあちょっとあんまり僕 NG とかないのでもうこのままいきますね。はい。まずじゃあ使ってる下地を紹介します。無印良品さんの UV ベースコントロールカラーのカラーはカラーはパールですはい、これを使ってます。この下地はなんかちょっとこうツヤな感じになります。
ね、まあ塗る前と比べたら多分ツヤツヤしてるじゃないかな。はい。で、ファンデーションはこれ韓国のやつなんですけど、トゥークールフォースクールの、やばい、韓国語しかないかなんって書いてあるかわかんない、あ、英語だ、英語もあるけど英語もわかんないんだよね。あ、トゥークールフォースクールのアートクラススタジオでティントリキッドエアの3番の色です。なんかファンデーションを塗ったらこんな感じの顔になります。そしたら、まあ、このファンデーションにはコンシーラーが入ってるといえど、コンシーラーもちょっとだけ塗ってます。これも韓国のやつなんですけど、ザ・セムのティップコンシーラー、チップコンシーラーかもしれないティップコンシーラー、こんな感じでございます。はい。そしたらもう僕のメイクはほとんど終わったも同然なんですけど、あとは僕は実は涙袋も書いてみたりしてます。ケイトのダブルラインエキスパート極薄ブラウンアイライナーってやつで涙袋を書いてます。でもこれもめんどくさいので、やる時とやんない時があります。はい。もういつもはもう大体これで終わり、あとはなんかこう衣装とかに合わせてアイシャドウを塗ったりもします。はい。なんですけど今日はもうね、本題のアンスタのコスメパレットを使ってメイクをしたいと思います。でもこれトリスタの4キャラのが入ってるんですけど、とりあえずね1キャラずつ使っていきたいなと思います。開けてみます。オープン。めっちゃ可愛い。見て、トリスタの4人が、いや、これめっちゃ可愛いな。はい、ということでね、これを使っていきたいんですけど、まあちょっとチークは使わないので、いやでもこう動画として使った方がいいか、使うか。じゃあ順番にやっていきたいと思います。じゃあまずホッケーのこの青いアイシャドウを使ってみたいと思います。これやばくない？塗って大丈夫？この青で、なんかこのメイク用の塗るやつとかあるんですけど、自分いつもアイシャドウ塗るとき指なので指でいきたいと思います。これ青いアイシャドウとか塗ったことないよ。うわ、青い、めっちゃ青い、めっちゃ青いぞ。これいける？じゃ両方に塗ってみよう。こっちも。どう？どうって言われてもね。そう、わかんない。髪下ろすわ。あ、なんかさ、ちょっと病的な感じになるね。青いの。はい。チークも塗ってみる？せっかくだから。このホッケーセットでじゃあ塗ってみようと思います。ホッケーのチークはこれ。これ何っていうの？薄オレンジピンク。あ、やばい。酔っ払いじゃん。やっぱりさ、チークをさ塗ったら酔っ払いみたいになるような。普段塗らないもん。待って。はい。ホッケーのアイシャドウパレットを使うとこんな感じの
顔になりまーす。いや、これ正解なの？わかんないね。でも青、青なんて普段使わないから余計にわかんないのかな。はい、ということで、てかさ、こう思ったけど一回落とさなきゃいけないね。一回落としますね、この目の周りだけ。次はこれがスバルかな。スバルのこのピンクのねアイシャドウを塗ってみたいと思います。これはそんなにやばくなさそう。お、あんまわかんない。はい、あんまわかんないかな。てかちょっと一回落としたからさ、もうこのクマとか塗ってみる。こんな感じです。スバルのチークはこれ、これもまた薄ピンク。あ、これの方がさ、さっきまでより、オッケーのより薄いからあんまわかんないかも。酔っ払いみたいではない。いや、でも酔っ払いだな、やっぱりチーク塗ったら。はい、ということでスバルのセットを使うとこんな感じです。はい、酔っ払いだね、やっぱね。はい、じゃあこれも一回落として次に行きます。はい、ちょっとさ、もう拭き取ってるだけだからさ、ピンクいの残ってるな。もういい、いいね、行こう。はい、次はゆうくんのアイシャドウはこのゴールドっぽいやつですね。すごい、なんかさ、自分が普段あんま塗ったこともない色ばっかりだ。うおうおう、え、すごいすごいね。なんかさ、すごい、なんかゴージャスじゃない。あんまわかんない。うん、なんか目元がキラキラ、自然とキラキラしてる感じで、これ問題のチークですよ。これね、待って、あ、あった。これね、一番やばそう。見て、このゆうくんのチークめっちゃピンクやね。これはさすがに塗ったらやばいでしょう。でも塗るよ。はい。あ？ああ、やばいやばいやばい。てかさ、これチークってどうやって塗るの？てかこの、うん、つける位置が間違ってる、もしかして。ははは。酔っ払いなんだが完全に。はい、ゆうくんのセットを使うとこんな感じでーす。うん、目元の輝く酔っ払い。はい、じゃあこれも落として次ラストいきます。はい、ということでラストは一キャラ、マオのセットを使いたいと思います。マオのシャドウ、これなんですけど、これはなんか自分が普段ちょっと使う色に近い気がする。あ、え、これめちゃくちゃコスプレに使えそうないい色。ほら、なんか赤すぎない赤というか、もうさ、目の際とかに塗ったらこれめっちゃいい感じの色なのでは。あ、これ一番なんか個人的しっくりカラーかも。で、じゃあ最後にもやっぱりこのチークをつけたいと思います。
はい、マオのチークもこちら結構なピンクです。いくぜ。なんかもうちょっとこのピンクにさえも違和感感じなくなってきたわ。4回も塗ったら。これさ、引きになった時めっちゃ面白いんだけど。はい、なんかせっかくだから前髪でも上げてみようかな。マオ、はい、ということでマオのアイシャドウパレットとチークを使ったらこんな感じでございます。はい、まあ個人的にはマオのやつが一番なんか使えそうかなという印象だったんですけど、まあなかなかこうメンズでは使わない感じではあるんですけど、普通にここのイラストとかもめっちゃ可愛くて、なんかコレクションとしてもいいんじゃないかなと思うので、アンスター好きな方はぜひぜひ手に入れてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マジで酔っ払い。さよなら。チョコレートボム YouTube チャンネルではミュージックビデオ、ライブ映像、まるまるやってみた男、せーの、チャンネル登録。